はい、どうも、こんにちは、サロミントです。いりましょうや。キャンプウィー、ハローワンネス、サンクシフォー、アフリキュー、アジキュー。というわけで、お久しぶりです。いや、そうでもないけど。いやー、でも、ですね、結構実は、まあ、言うてそんな久しぶりじゃないのかな。いや、実は久しぶりなんですよね。はい。ということで、バージョン 1.05B になってから、初の全国対戦なんですね、実は。いやー、なかなか全国がやれてなくてですね。いやー、おねむで、どうしてもね、仕事の後がヘロヘロでっていうか、今日、そうですね、今朝撮ったんですけど、ってかやりに行ったんですけど、今朝もヘロヘロだったんですけど、とりあえず、もうそろそろ全国やりたいと。てかもう5月ですよ、5月。4月中にやりたいなとか思ってたんですけど、できなくて、もうさすがに5月やし、やりたいなっていうことで、ちょっとやってきました。でね、デッキがちょっとね、すげえお試しにしちゃったんだよね。いやー、とりあえずトートン、ね、入手したんで、トートン入りのちょっとね、守り、ちょっと主体型というか、待って、行くタイプの、警告をちょっと使ってみようと思いつつ、あれこの構築でいいのかなと、すげえ見切り発車でこんな形にしちゃったんだけど、大丈夫かなってすげえ不安感がありつつ、組んだデッキでございます。で、私はとりあえず5枚警告、with5なんですけど、まあ、5の要素が集大しかいないっつね。で、お相手の方が、リョキバラって、っていう感じのデッキでございますね。いや、両キだいぶ強くなったんですよね。っていうか、それをまあ、まざまざと感じる試合だったわけですが、いやー、ちょっとぬるかったんですよね。しかもこれね、大事な試合なんですよ、これ。はい。そう、この状態でね、放置っていうか、止まっちゃってたんですよ。いやー、なんで、大事な昇格、降格戦なのに、なんで俺このデッキ使ったんだろうって、ちょっと反省したぐらいなんですけど、まあ、行きましょうか。はい。いや、新バージョンになってからね、まあ言うてね、なんか劇的に変わったところってあんまりないから、とりあえずね、なんやろ、まあ追加カードがないからあんまりなんですけれど、まあとりあえず開幕さしたら美味しいですね。いや、ちゃんとやることやっていこうかなと。いや、そこそこおねむで、危ねえ、ヨースさん、ようやったな、今のも。だいぶやっぱり見えてない。いや、ここもぬるくてね、ちょっとね、弓サーチ甘々で、できればね、リカクと、せっかくダブルアーチャーにしたんで、いやーね、ちょっとね、うまいことね、ダブルアーチャーでしっかりと、ね、やってきたかった。でも、ヨウさんとか止まってっからね、ぬるぬるですよ。で、調整と言って気に入ったんだけど、いやー、ちょっとね、全然ちょっとリカクとね、トートン遊ばせすぎちゃってて、もっとかつね、弓バンバン打って、ね、溶かしたいなとか思いつつもね、で、ここ挑戦で死なせない予定だったけど、死なせちゃったじゃないですか。まあ、バトーさん倒せるけれど、まあ、とりあえずね、でもこれもヨースさんがね、溶けそうですよ、溶けそうですよ。あー、溶けちゃいましたね。気づけなかったんですね。まあ、とりあえず内乱1個取れりゃいいかなんて思いつつね、ちょっと無理やりライン上げてるんだけど、まあ、まだ無理できないよって話で。いやー、でも、両気が強いんでね、しかも突破付きの、ってか、強いっすよね。マジで勝つ強いんで、あんま触りたくないんですよね。いやー、これがね、これだから、ミッションを優先的に溶かした方が良かったか。結局、結構兵力回復ついてるんで、両気自体が。ね、はい、溶かそうと思ったけど、溶かせないじゃないですか。さあ、来ましたよ。正直辛いね。正直辛いです、これ。どうさばこうかなと。いや、早いし、ってか、もうトートンやべえし、トートンやべえし、死ぬし、早え、溶ける、マジかと、いや、つらい、マジでつらい、どう守ろうかと、しゃあないんで、とりあえず一回ちょっと2角強化だけど、でも、ぶっちゃけると触れないんで、余計に触ると溶けちゃうんで、同じ動武力になったところでなんですよね。さあ、どうするって感じで、一応だから、これで相手が動くから、まあ、うまくね、乱戦されすぎないようにしながら、ちょっと。
ちょっとこついていこうかな。ただちょっとバトーさん邪魔くさいよね。どうするって感じですね。危ねー、溶ける、溶けた、溶けちゃう、溶けちゃう、あー、シュータイ溶けちゃう、マジかよみたいな感じで、いや、マジで気持ち強いっすよ。もうほんと触るな、危険なんで。まあ一応これなんだけど、いや、ここでシュータイが死んじゃったしね、どうしますって感じですよね。で、内乱取られそうじゃないですか。あの人が調査に行くじゃないですか。いやー、辛い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 よー、辛いよー、とても辛いよー。ダメだ、内乱取られる、これ無理ー、取られましたー。シュータイが生きてれば、いやー、でもなー、とはいえでもしなかったら止まらんかったんじゃないかなー。いやー、辛いっすね、だいぶ辛い。で、ここでね、やられたんですよね。そう、ラークダイね、俺が辛い。いやー、参ったね。いやー、左足に立てとくべきでした。もうあれは痛い。もうこれとうとう落ちちゃうとね、武力が低いんでね、だいぶ辛いね。まあ一応士気はあるんで、あれである程度なんですけど、いやー、それでも辛いっすね。だいぶ やられた感が。まあ、とりあえず集隊帰ってくるんで、まあなんとかって感じなんですけど、俺すごいことしたよね。なに、もうなんかボケてるのかな、このタイミングかな。しかもまあ柵がない方で待ってくからね。いや、やばいて、やばいて。で、内乱また取られるじゃないですか。まずいっすね。いや、苦しいですよ。なかなか苦しいですよ、そのやり方は。いやー、なんか変だよね、やっぱり。なんかね、ずるいですね。脳が寝てますね、ちょっとね。脳が寝ております。いやー、でもまあ一応ね、男の位置叩くなら人は、もしくはこっちでね。いや、男の位置叩くならこっちかな。まあ一応、まあ緑の士気が溜まる前にって感じですよね。一応そうすれば守れっから、まあギリかなって言ってるんですけどね。で、一応トートンもね、あの最近の暴力のおかげで帰ってくるわけで、なんで一応ここは裁けそうだけど、相手のあの防具次第かなっていう感じなんですね。で、リョッキー一応倒せるじゃないですか。これで一応ある程度なんだけど、ちょっと内乱取られすぎてるのがちょっとね、辛いところですよね。でね、まあ集隊がね、上げちゃう、ライン上げちゃうんですけど、まあ一応まあ場合によってはマクローかな。心配は無用です。ね、もうとりあえずこれで返して、いやー、これ一回下げた方がいいんじゃん。これでとりあえずまくったんで無理しない方向で。てかこれね、トートンがぬるいな、トートンが。で、シュータイは一応ね、これでトートン全然打ってねえ。これバトーさん倒せたでしょ、もったいねー。で、リョキが来るんで、リョキどうさばくかなんですよね。これがね、さばけない、騒げない。実際両手止められるカードがないんで、まあ、これだったかーって感じですよね。しかも多分その位置からだとどうだ、どうなんだ。いやー、嘘でもあの両手を、いやー、でも両手取らせてできないからな。で、ここで相手が何かってことですよね。これが連冠やと。連冠知略知略、止まんないですよね。知略知略からの領域叩かれただけでもだいぶですね。あ、でも一応あれか、ライドアに届いてたんだ。なんだかんだで灯油につかなくても、ライドアには届いてたんですね。なんでここどっちかっていうと、あのライドを止めた方が良かったかもな。ちょっとね、寄せすぎたか。これだと領域に食われちゃうんですよね。で、しかもこれでしょ。フルコンボ来ましたよ、フルコンボが。これはまずいですよ、ほっときまずい。せめてライドを倒しとけば、ライドの構造を止めたかったな、これな。しくったな、だー、ミスったな、リカ君の出し位置をミスったな、これ。いやー、まずったね、これはまずきましたね、完全にまずきましたよ。で、でもどんどん逃げられたんだ、この時は。いやー、無理、触れない。触れなすぎてやばい。もう触ったら溶けちゃうからな、この台車に。やーばいっすよ。で、一応トートンライドにぶつけるんだけど、これだから集大がな、これがな、もうちょっとな、な、重い、重い、まくられた。こんな結末とはな、男の意地叩いても溶けちゃうしな、この魚気が止まんねえ。これ叩いてもしょうがなかったよね、男の意地に叩けばよかったかなと思ったけど、無理だったね。
あー、あの一発がね、重かったんですね。負けまみだー。あー、でもなんかあのライドウの一撃だよね。あそこ止めてればなんとかだったんじゃないのかなー。あー、あー、とりあえず行きましょう。反省会。というわけで反省会です。いやー、大事な大事な昇格降格戦やったんですけどね。てかやっぱなんかこの形じゃなかったんちゃうかなっていう気もするんだけど、ただね、やっぱ両気がね、思った以上に強いんですよ。もうマジで強いっす。溶けるんすよね。いやー、触れないって。だからちょっとね、あの主将持ちのカードでもあればね、な、主将欲しかった試合ですね。でもグフォンとかね、そう、主将グフォンとかにしてるんですけど、お前とかはね、だから普段のデッキだったら、ただね、私今主将グフォンをね、制圧グフォンに変えたりとかしてたんで、どっちみちだったかなって気もするんですが、でもあのいつものデッキだったら、まあ、ぶっちゃけ言うと自然で、あの4つだけ落としで勝てたんちゃうかなって気もしなくもないかなって気もするんだけどね。いやー、まあしゃあないですね、これはね。なんで俺このデッキにしたんだろうって気もしたけど、なんで実際この後これちゃうやろって言ってデッキ元に戻すんですけど、この後にね。いやー、もう、まあ、開幕はね悪くなかったよね。ビジクがこう来てるの分かったから、挑戦走り目やめて止めて、うん、ね、この位置だったらね、なんでこれ迎撃取れるじゃないですか。開幕良かったのにな。まあ言うてこれも危ないけどね、ちょっとギリ抜けて槍出てからね。危ねえこのトス。なんで守隊乱戦して柵守りてえから、でもここかな。ここだって中途半端だってね。トートンとリカクどこ撃ってんの開幕。バトーさんとりあえず撃ってて、バトーさんに救われてんのないから、戦いを思ったんだよね。だから両金にチェンジしたのかな、ここで。シゲーシャマが撃ってる、サーチ雨。もったいないっていうか、むしろ8と6で14でバーって撃っとけば、もっと早く両金とか溶かせたのにって感じ。ほんとね、せっかくダブルアーチャーにした意味がないんですよね、へったくそって感じ。そうすればもっとカッコゲティアしながらラインや開幕、もっとあの内乱ってか、むしろもう内乱抑えられたのに。でね、結局バトーさんに阻まれるやないですか。で、塗りが中途半端だし、あ、それヨースさんよく考えたら、そう、知力上昇にしたんだよね。これがだから何カウントになったか、でもだいぶ長かったよね。14カウントぐらいになってたんだけど、で、ここでヨースさんも死なせちゃうじゃないですか。ぬるぬるですね、もうぬる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 。あー、ここもぬるいね。もうダブルアーチャーとは一体って感じで、なんやねんかっていう。ほんと下手。もう、あれ全然、もう、サーチが、まあ、ここでやって戻すけど、もう、両手叩かれるの分かってくから、もう、もっと早く兵力削れてればな、ここのトートンしなったらもうね、マジ NC って言ったね。いやー、もう、あ、そう、ここで投げたんだよね。64カウントの200。あ、いいですね。もうなーてか、だから内乱取られすぎやねんっていう感じですよね。もうまだ続いてるな。あげー、あー、でもこれ白返っちゃうか。だから心配は無用です。少なくとも12カウント以上は持っていたってことですね。ペラペラいてーキャーですわ。さすがにもう戻ってるよね。で、ここでまあここで舞うのも強気よね。いやー、そうでもね、暴作再建であるからこっちで舞いたかったけどね、ちょっと気持ちね。そうすればもっと違う感じになったしな。で、ここよね。で、ここで投げるけど、このシュータイは気持ち良かったんだよね。これはありだった。気づけなかった。男の位置叩くようにこういう運用の方が強いかも。しっかり両金は倒すけど、だから相手が結局ここで四季吐かないで、まあフルコンボで返してくると。で、ここだよね、やっぱあと内乱がね、あとだから挑戦が待っちゃったから、どうしても濡れる人が減ってしまって、内乱取られ放題だったのがちょっとぬるかったかなといったところですけどね。で、これも馬頭さん倒せたんじゃねえかって感じするのにね。いやー、だからトートンがね、全然
ってあって、ほんと待った13カウントか。まあ十分っすね。うん、約13カウントだと思う。39から使ったんだもんね。うん、で26ぐらいに止まってっから、まあだいたい13カウントぐらいか。うん、まあ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 、やっぱこれでこうやっぱ向上術のねシュートやりかせてるかなという感じなんですけど、ここだよな、ぬるかったな。このライドの接近には気づいてたんだけどな。ああ、ただこいつまず処理しときゃよかったね。で、またトートンで打って届くかなとは思ったんだけど、そこまでやっぱりね、またやっぱ連環をね、もう叩いちゃったからね。あ、でも届いてるこれ。あ、届いてるね。ここまで来て届いたのか。あ、てかむしろバトーさんがあるか。で、こんな感じか。だから、理覚はもうこっちでこのライド止めたかったかな。姫守りきるよりは、どっちかというともう相手の部隊減らすっていうのに専念した方が絶対良かったんちゃうんかなっていう気がしたんだけど。で、これ増援やったらきついな思ったけど、連環だもんね、きつかったわ。フルコンボダドンがすごい強かったんだよね。あー、で、ライトの構造が入っちゃって、で、これがね、止まんないんだよね、増も。それでも横読みちょっと当てたらとかっていうのも言えたし、触れねえ。いやー、結局武力動向じゃないからね。ここでも振られちゃったけど、ライドの一撃がなければ、まあ勝ったんじゃねえかなって気がするんだよね。そうね、あの一撃だよね。だからそれライドを止めてたら勝ってたかなって感じね。いやー、ぬるかった。まあね、お互いゴリゴリ削り合って殴り合った感じは楽しかったんですけど、いや、ちょっとやっぱりまだトートン使い慣れてねえなっていうのが目に見えてるし、やっぱ遠読みのトートン欲しいなとか思いつつ、っていう感じの試合でしたんで、まあもうちょっとだからちょっと考えていきたいですね。あとダブルアーチャーにしたのに、ほんと弓サーチできてないのがほんと下手くそだなっていうのを痛感しましたね。はい、というわけでね、またちょっといろんな形の警告を使っていきたいと思いますんでね。あと、ちなみにそうですね、これね、一応散歩系のね、挑戦使ったんですよね、今回初めてね。うん。ん？だよね。あ、そうだね。うん。なんか逆に分かんなかった。うん。はい、そんな感じでした。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。